30年ぶりに寺のトップである貫主が交代した興福寺で、今日新旧の貫主が記者発表しました。新しく貫主に就任した守屋英春さんは69歳で、これまで執事長や副貫主などを歴任しました。守屋さんは前貫主の田川俊英さんから8月5日に後任の指名を受けたといい、およそ40年前に寺に入るまで仏教と縁がなかった自分が貫主を務めることに感慨深いものがあるといいます。普通の私のようなものがやはりお寺というところに入れるんだというふうな間口の広さ、この奈良の地にやはり腰を据えて、まあ最後の生を終えるというのも、まあ非常にロマンがあっていいかなというふうなことで OK することにいたしました。またこれからの抱負として、教学の普及と境内の史跡整備を進めていきたい、貫主としては1年生なので今後も皆さんの指導や協力を仰ぎ頑張りたいと語りました。興福寺はいつもどんな時代がどん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 こうやって周りでもう公園屋のごとく変わっていっても、まあ、ここに来るともうずっと1300年のものがある、ほっとした、ほっとできるなという、そうした空間にしていけたらなと思いますね。競技であります。また新たに事務浪人に就任した田川俊英さんは、貫主を務めた30年間を振り返って、南円堂の修理や中金堂の再建などさまざまな事業を手掛けることができ感謝していますと述べるとともに、今後も新貫主とともに寺を守っていきたいと話しました。